ラーメンでてっぺん取る物語でございます、まあ、とりあえず始めてからだということで、セーブスロット1番でやっていきたいと思います。店の名前かい？マオイチ。いや、自分の名前をね店に入れるのはね逆にこだわりがなさそう。味がわからなくてもいいな。なんかもうめちゃくちゃこだわりが強い、もうなんかクソおしゃれな名前つけてやりたい。なんか漢字2文字がいいな。漢字2文字で読み方ちょっとわかんない店がいい。クソだせ。ごーめん。待って、ごーめん、ちょっとおもろい。ごーめん、ちょっとおもろいな。適当につけたけど、ごーめん。謝ってる感じも出てていいな。じゃあ最強のゴーメンを。来た。1年目、ランク 1? は？ふざけんな。うちのゴーメンはランクいきなり50なんだよ。ドン。よし。はじめまして。私は店長助手をいたします。ナルト川陽子と申します。陽子ちゃんね。今後よろしくお願いします。おう。ナルトか。ここは町外れにある小さなラーメン屋さんですが、いつの日か日本一の人気店になることを目指しましょう。しばらく待っていると初のお客さんがやってきてくれるはずです。ドキドキしますね。確かにドキドキする。謙虚な気持ち忘れずに行こう。お客さんか？来た。お客さんがやってきましたよ。来た来た来た。ですが今日当店にはまだ何の販売メニューもありません。であれば店を開くな。早速お客さんからのためお客さんのために今から新商品を開発しましょう。目の前で。じゃあそしたら。お、来た。好きな麺とスープを選んで制作開始ボタンを押しましょう。組み合わせが重要ですよ。分かってるよ。俺センスの塊だからな。まあ、醤油スープで、麺は、おい、めっちゃあるぞ麺。ストレート細麺に決まってる醤油ラーメンは。それが一番上品でうまいんだから。ストレート細麺の醤油スープ、絶対これね。2180ゴールド。おお、運命が。こだわりのラーメン三角。ふざけんなよ。わーわーわーわ、いろいろ。お塩が、塩味なくて、あ、うまみが、うまみと香りがあって三角って、相性ボーナス三角。最後の仕上げは誰に任しましょうか。なんだ、持川美美子担当接客。なんで接客に、接客の人に任せるんだ。じゃあ春を、味アップでお客の来店率を上げる。こっちだろ、春をやるんだ。春を。お前ちっちゃかったんだ。本来の味を呼び覚まして見せましょう。おりゃ春を、味の探求心。おお、何か起こったらしい。いや、経験値上がった。ラーメン制作お疲れ様でした。薄味自然な醤油ラーメンと名付けてみました。お前二度とラーメンに名前つけるなよ。なんちゅう名前、ふざけんなよ。名前を変更、よかった。こんなんじゃ売れるわけねえだろ。まずは醤油ラーメン初代。うわあ、これやっぱゴーメン行った時は初代だよなっつって、お前初代派なんだっつって。これまだトッピングがないからだよ。こっからトッピングしろ。コーンは絶対違う。いや、メンマいるって。難しさって何？価格は上がっちゃう。でもこれはね、シンプルにね、ネギとメンマです。ネギをここ。あ、すげえ、場所決められんの、すご。エレガント初級発動、なんそれ。でメンマをここよ。メンマをここに添える。いや、いいね。うん、これでいい。意識がもう異常に高い。これしかないね。醤油ラーメン初代。よし。試食会を開いて現在の地域のお客さんの感想を聞いてみましょう。
緊張のひとときです。どれ、量が少ない、量が少ない、これは人を選ばねえだろ。一番そこそこの香り、一番選ばねえだろ。これは人なんだこいつら、もっとオーラが欲しい。なんだオーラって。お、初めてラーメンを作った証を手に入れたぞ。お疲れ様でした。美味しそうなラーメンですね。今すぐ食べたい気分です。出来上がったラーメンはメニューに設定しておきました。いっぱいお客さんが来るといいですね。ほう、よかったらこちらの支度金をお使いください。ナルトさん、やっぱお金持ちなんですね。ナルトがぶち当たってるから。これを元手に美味しいラーメンを作っていきましょう。めちゃくちゃ金もらった。え、御曹司か何か、新しいのだ何、ずんだもん来たんだけど、うちにずんだもん来た。売上げの推移見れる、すごい。あ、ラーメン初代売れてるぞ。これ初代いいぞ。あ、ラーメン解放最新号到着。こだわり通信創刊号。全国各地のラーメン店長さん、こんにちは。こだわり解放編集局です。これから経営のコツやお得な情報などいろいろ配信していきますので、こういうメルマガはうちはもらってないんだよね。街角にひときわ目立つラーメン屋ができたとの噂を聞きつけ、当編集局もゴーメンから目が離せません。おい、いい雑誌じゃないか。メルマガ登録してやろう。初代のね、あ、ちゃんと働いてていいね。あちち、いいね。あちあちなのはいいな。販売地域1個。まあ、今のところはまあ回しとくか。いいね、初代が。48点なんでぶっ飛ばすぞって。新しいのだ。子供たちが、やっぱ子供たちに優しい味だから、お母様方もね、ここの、やっぱゴーメンの初代は美味しいよね。まあ、とりあえず、今のところは、まあ時間か。店長、さっきポストを見たら、新しい麺が入荷されたというチラシが入ってます。おー。ラーメン制作の時に試してみましょう。まあでも初日の売り方にしては結構ちゃんと客入ってていいんじゃない？まあまあ良さそう。おや？厨房で店員さんが疲れてうとうとしているようです。初日で、店員さんは体力がゼロになると休んでしまいます。休憩用の設備を置くと休憩しますよ。そうそう、さっき倉庫を見たらこんな設備がありました。ぜひ厨房に設置してみましょう。パイプ椅子。まあ休みたまえ。あ、めちゃくちゃ疲れてたじゃん。寝るな、裏行って寝ろ。シャッセー。あ、でも元気になったならいいや。店長、ラーメンをたくさん作ると経営者ランクが上がるそうですよ。いろんな組み合わせを試してお客さんの好みを探っていきましょう。サラリーマンのレベル上がった。リーマンとかこれ絶対まず。てか、めちゃくちゃ繁盛してるやんけ。私の好みはこれです。醤油かける普通ストレート。いや、味噌はまだだね。ストレートもちもち麺？あ、なにこれ。風味の麺使いてえ。風味の麺使いてえよ俺。醤油風味麺。これ2代目にしよう。俺未だかつてラーメン屋でラーメン食ってコシがあって美味しいねって思ったことはないな。コシだと思ってないのかな。いくぜこれで。ふん。あ、三角点。最後の仕上げはやはり春尾、お前にしかこの味付けはわからない。味を見せてやりましょう。おりゃ、味の探求。味83。一番最初始めたての時、これどの数値見ればいいかわかんないんだよな。よし、ランクが上がったぞ。俺の心ランクが上がった。ランクポイント2、2ポイント獲得。魂ポイントが110。トッピング、あ、欲しい。え、トッピングアップ1回。きたー。トッピングを一つ多く入れられるようになったよ。やったね。キレ自然な醤油ラーメン。そんな名前をつけるな。うわ、ダセー。醤油ラーメン2号。ああ、なんてかっこいいんだ。なんてかっこいいんだ。2号はね、あ、なにこれ、買わないといけないのか。2号はね、もうどんとお肉だよ。海苔をね、海苔はここなんだよ。
これはね2号2号で滑るわけにはいかんのだ。トッピングのセンス出るな。あ、場所変、あ、場所変、場所、相性王道定番。なんか褒められたからいいや。醤油ラーメン2号なんか名前ダサいけど美味しそう。おい、うるせえな、名前ダサくねえだろ。よし、これで試食会を開いて現地の地域のお客さんの感想を聞いてみましょう。どうだ2号は、いいコクしてます。お、来た、いいコク。おい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 、いいコク。おいおいおい、分かってる客しか来ん。152点は量が少ない。まあ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 、さて2号を入れるか。ラーメン2号、あ、めちゃくちゃ好きな子がいる。子供にはもう大人気。お客さんは家に帰り、時間が高速で進みます。もの珍しさもあってか多くのお客さんが来てくれましたが、来月はどう。なんでこんな、なんでこんな厳しいこと言うんだ。まだ始めたてだぞうちは。パン、ナルト、パン。新しいラーメンの開発をして長く愛されるお店を目指していきたいですね。なんでそんなひどいこと言うんだ。休め休め。え、夜通し働かせてる。夜通し働かせれてる。お、投資が完了した。投資のおかげもあって最高級の食材を開発できました。パンプキン食材店からお買い求めください。きた、卵黄。卵黄だけ入れるの、なんか混ぜそばのイメージがあるな。店長、さっきポストを見たら新しいスープが入、お、ラーメン制作の時に試してみましょう。きたか。え、味噌スープ、芳醇醤油スープ、うまみ味噌スープ、芳醇醤油スープ、いくしかないでしょう。こし麺いってみるか。ちょいちじれ麺だろう。どう考えてもちょいちじれ麺だな。高水で普通弱ウェーブ。スープ自分で作ってる。いや、うちは全部スープから麺から一からうちで作ってるからね。はは。よし、じゃあいくか。5050ゴールド支払います。制作を開始します。いけ。ピル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 、きた、最高の魅力だ。きたね、これは。きたね、これ。自然な中盛り、これはね、とうとう醤油ラーメンとはつけない。ゴー、これだろ。かっけえ。ご褒くださいって恥ずかしくて言えないよ。言え。いや、てか食券だから言う必要ねえだろ。決定して、で卵黄入れたい。卵黄が隠れちまった。いや、でも卵黄は右、ここに行きたいな。卵黄をこうするから、その代わり、おい、来た、トロ玉を、ちょ、トロ玉を、ネギ玉、トロ玉を、トロ玉、マオ肉、マオ肉、5130円。でも C ランクだぞ。あ、違う、価格が C ランクなんだ。食会を開いて現地の地域のお客さんの感想を聞いてみましょう。は ?64 点、85、あれ、そこそこ、え、普通のラーメンかな。普通、え、うちの五王が嘘だろ。いや違うね、五王は売れるに決まってる。味50。おい、二号がめちゃくちゃうまい。二、え、う、二号100、ゴー、あ、でもゴー買ってる、ゴー買ってる、いいぞ。みんなゴー食えよ。サラリーマンの聞き取り、私の好みは醤油太ストレート。おい、ゴーウオウがマジかよ。新しいのだ。ずんだもんがずっと来る。あ、新しいのだじゃなくて新しいのだか。なるほど。
さっきポストを見たらラーメン闘技場から招待状が。なんだその怖いところ。どうやら全国の美味しいお店が競い合い素敵な商品をもらえちゃうみたい。経営からラーメン闘技場を選んでみてください。ラーメン闘技場、初めての大会が追加されました。俺ゴーショックで立ち直れない。 OL は醤油普通。やっぱ醤油なんだわ。この地域はね、醤油攻めなきゃダメよ。ラーメン闘技場、8個入りゆで麺機。あ、いいじゃん。100ゴールドで挑戦。青空屋、人気52、カリスマ39。おい、ボコってやるよ。おめえなんかボコってやるよ。挑戦するラーメンを選びましょう。2号2号が圧倒的に強い。行こう2号。アイテムで強化、ラーメンの味を上げる。いや、20丸ついてる。行け2号。あ、来た。なんだこれ、2号行け。なんだこれ、何が起きてんだ。うちどこ、うちどっち。あ、1番だ。行け行け行け。めっちゃ食ってる。やっぱ2号ってうめえんだわ。人気アップ、な、炎が使えるのか。人気上がれ。あー、すごい、チートだ。なにこれ、経理戦略。あ、待って、向こうに客入ってる。ふざけんな、客入んな。うるれ、カリスマだ。 SNS で GO をめっちゃバカにされたぞ。ふざけんじゃねえよ。え、待って、わからん。待って、これ5まで溜まって魂、魂のいっぱいだ。魂いっぱい。いけ、人気も上がれ。もう時間がない。いけ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 。おい、数値わからん。おい、うちやばすぎるだろ。め、おい、2号すげえ売れてんだけど。いや、こりゃ言っただろ。おい、ボコボコだって。待って、負けると爆発試算して店員全員死ぬの、やばすぎるだろ。おい、ランク3、ランクアップ。 OK、 魂ポイントが120まで上がった。投資回数アップしよう。これはいけ、投資回数上げていくぞ。よし、これで投資をいっぱい。店長、大会優勝おめでとうございます。わざわざ王が出張るまでもない。観客席で見ていましたが素晴らしかったです。この調子で他の大会も優勝。もう荒らしまくってっか。来た、店舗設備、8個入りゆで麺機。全店舗でフィーバーが起こっています。フィーバー、券売機の上のゲージをご覧ください。フィーバーが起きてます。たくさんのお客さんがやってきます。ラーメンがお客さんの好みと一致するとゲージがたまりやすいですよ。すげえ、売ったれ売ったれ。夜だから夕飯食いに来るぞ。やっぱ2号が売れるんだな、ごくり。と、え、ゴーはね、ゴーはどうだいね。大会、ご近所大会、ご近所大会、なめてんのか。え、二口コンロ欲しい。え、もう今出ていいのか。挑戦するラーメンを選びましょう。おい、2号が強すぎる剣について。ラーメン2号でうちはやってっからよ。私が徹夜で調べきた人気とカリスマについて調べ。結構無理するな。徹夜すなよ。人気が高いとお客さんが来やすくなり、カリスマが高いとお客さんにオーラが発生しやすくなります。対戦相手に合わせてどっちを上げるか使い分けていきたいですね。まもなく試合開始です。夜から、あ、やばい、なんか3店舗もある。まず、ゴーメンはやっぱり人気がすげえな。人気を待って、俺の一存で人気上がるの問題ないか。やっぱうちゴーメンってすげえんだな。やっぱできた時からずっと人気なんすよね。人気上げとけ。で、カリスマも上げとけ。もうカリスマももう完膚なきまでに叩き潰せ。ドゴン、これ爆破されるからな、敗北すると。おい、すげえ、ダブルスコアつけちまった。やっぱゴーメンの2号って最強なんだな。優勝おめでとうございます。商品がもらえるようです。きたー、二口コンロ、嬉しい。お、全店舗フィーバー。これもったいないんじゃないか。めっちゃ並んでる、朝から。朝から並びすぎ、すげえな。ガチの人気店じゃん。朝から、おい、すげえ。ファーストロットを乱すなよ。
ロット見出しは滞在って言うからね。すごい、めちゃくちゃ行列できてる。ちょ、うち行列のできる名店になっちゃった。ああ気持ちがいいや。あ、味噌ラーメン好きな人いるんだ。でも悪いな、俺味噌ラーメン好きだからって言われて。おい、なるほど龍一並んでるって。なるほど龍一が並んでる。一旦はこれで見といていいな。おい、50点って言いながら人のところのラーメン食うな。50点って言いながら人のところのラーメンを食うな。おお、メニューから外したら作るの楽になるんじゃない。おお、食べに来てる人がいるでしょうが。おお、食べたい人な。あー、でも初代売れてる。ちょっと初代売れんの売れ。あ、コメディアン来てる。コメディアンが飯食って SNS で拡散するともっと人気店になるのか。まさかサイドとか。いや、サイド置くか。あ、終わっちゃった。ありがとうございました。23時までやってる。23時までお店やってるぞ。フィーバーも終わり。また新しいメニュー作るか。しょうがねえな、作るか。うまみ味噌。うまみ味噌と、いや味噌って絶対縮れだよな。絶対縮れ。ちょい縮れ麺。多分ね、味噌逆なんだよな。だ、低加水の方がいいと思うんだよな。風味だな、風味味噌。これしかないね。いきましょう。ふん。は、なんで三角やねん。なんで三角やねん。最後の仕上げはやっぱ春尾だ。味よ、こんなもんは。本来の味を呼び覚ましましょう。おりゃ。ボリューム87。どっしり切れ、どっしり切れ味噌ラーメン。どっしり切れ味噌。味でも122だぞ。もう鬼トッピングしてやる。こう。いけ。1140円。栄養バランスいいよ。とうとう味噌に手を出してしまった。ダミーさ。いいね、最高のラーメンができた。どれ、ドミソうめえだろ。そこそこの香り、普通。そこそこの香り、そこそこの香り、いいコク。そこそこの香り、ドミソはそこそこの香りです。サイドメニューも置いとくか。卵黄置いとこう。卵黄とわかめは置きたくない。どれ、あとこれ。あ、卵黄売れてる。サイドメニュー置くのありじゃん。いいね。ドミソ嫌いじゃないよ、ありがとう。安定の醤油。おお、卵黄乗せてる。え、待って、ゴーに卵乗せてる。ちょ待って、これアイテム使って接客早くするか。ちょっとしばらくこいつらとはご一緒になる気がするから、所持アイテムで調理アップ使おう。調理を春尾に使う。いいよ、春尾パワーアップ。時給上がっちゃった。しまった、やばいやばい。資格を取ってきたせいで接客アップ、やばい。こいつも時給が上がってしまう。あー、こっそり安くこき使ってたのに。月給50円で使ってたのに。時給月給50円って安くないですか。え、そんなこと言うんだったら他ではもう働けないからね。やばい会社だ。他に行っても通用するとは思えないけどね。うちはね、お金、店長、ラーメン協会からお呼びがかかっています。まずい。まずい。店員にした仕打ちがバレたかもしれない。ラーメン館。
なんだこれ。こんにちは、ここは将来有望なお店が本店とは別に経営できるラーメン館なのです。起点の大会での活躍ぶりには大変感動しました。あなたたちにならラーメン館を任せられそうです。よし、バレてなかった、バカが。今最も熱いラーメン業界をさらに熱いスープのように、あー面白、面白ギャグ。会長さん、ちょっとラーメンギャグはちょっと面白いですね。よし、これでこのラーメン館は俺のものだ。すごいことになりましたね。期待に応えて人気のラーメン館にしていきましょう。店舗の周りに上りとか立ててみるといいですね。メニューの建築を選びましょう。ラーメン館を手に入れました。やばい、乗っ取る気満々でくさ。ラーメン解放、最新号到着。なんと業界に突如現れた新生ゴーメン。新生ゴーメンがラーメン協会からラーメン館を譲り受けたとの情報が入ってきました。ラーメン館では本店とは別メニューを設定でき、新たなある客層の開拓に期待が持てます。今後さらにゴーメンの活躍から目を離せないことになりそうなのですが、お腹が空いてきたのでまた次号。タッチで建築、店舗その他、あ、上りがある。お店が目立つ上り、気分が落ち着く植物。でもこの植物があったら店舗が直接見えなくなってしまうんじゃないですか。危ないネタだ。ここか、あ、置けた、建築してる。醤油ラーメン2号、お、来た、小さなお店。待って待って待って、利益マイナス20、残り、待って、潰れようとしてない、静かに。そして本店はとうとう利益が1万円までいった、やばいな。おっす、クマックスです。たくさんの店舗の拡大工事をしてきた実績があるんだが、うわ、実績を出してくる工務店。気分がいいのでお金を払ってくれればそのお店を拡張するぜ。来た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 、気分がいいから拡張してくれるらしい。拡張がいい、本店2万5千円、行くに決まってんだろ。本店拡大工事投資を開始した。来た、見習いに全てを任せてはやや怖いわ。お、ラーメン協会会長です。あ、会長さん、どうもどうも。我々ラーメン協会ではラーメン店経営者の第一審査、危ない、給与体系とかそこら辺は確認しないでほしい。メニューの経営に第一審査を追加しておきますので、よかったら見てみてください。審査が強化されました。来たな。ラーメン館に来るお客さんが少ない、そう思っていませんか。ラーメン館にやってくるお客さんは常連になったお客だけなのです。常連になったらそれこそ本店来いよ。お客さんは好みのラーメンをたくさん食べると常連になります。最初の頃は本店にしか来なかったお客さんも常連になるとラーメン館の方にもやってくるようになりますので、たくさん常連にしましょう。すごいしっかり系の、うわー、おいおい、なんか適当にほっといたら儲かっちまった。でもこっちより俺は本店に力を入れた方が絶対いいと思うんだ。お、本店拡大投資、作業のダメだからちょっと外に出てくれ。え、お客追い出した、もしや。最近2号当たり外れない、立派にしといてやったぜ、しっかり頑張りな。店員を雇える数と販売メニューの数も増えてるから要チェックだぜ。本店来たー、でかくな、お、めちゃくちゃ本店でかくなってる、儲かってるなーこいつら。これ店員増やそう、最高の一杯を作れる人を見つけましょう。いや、見習いバイトしか今いけないのか。速度重視のやつを一人雇うか。憧れのゴーメンだ、頑張っちゃいますよ。見習い速度バイトさんの役割を決めましょう。接客2かな、接客を多めにしよう。見習いバイト置いといて、本店のプライドを見せてやってくれ。